一応ここまでできたらもうほぼ完成なんですが、ここで最後にフィニッシュをしましょう。ここはね、ひねり止めっていう感じですかね。指でやりましょう。指がこう入るわけで、長く出して、でこの時もテンション緩めないようにこう。で、人差し指と中指をこう乗せますね。もう本当にただ単にこう上に乗せてるだけです。それでこのボビンホルダーですね、糸をこう出しながら乗せた上に来るように、この時もずっとテンションをかけたまま人差し指と中指の上に糸が来るように、上側に糸が来るようにして、ここからです。中指で来た糸をこう拾って、言葉で説明するよりね、これ動きをよく見ていただけると非常に分かりやすいと思うんですが、糸がどこをどうかかってるか、人差し指、中指からボビンホルダーに糸がかかってますね。これをただここにかぶせればいいだけですね。もう一回やってみましょう。ループになった状態のままこうかぶせると。それで指を1本ずつ外して、この時テンションを保ったままがいいですね。で、テンション保ったまんまがいいんで、今ちょっと便宜上これを使いますが、こう糸を張ったまんま、ハーフヒッチを大きくやってるだけなんですよ。ハーフヒッチを使ってこうして、アイのとこに入れてキュッと縛ってる。こうしてアイのとこに入れてキュッと縛ってる。これを指で大きなループを作って、ここですね、縛ってると。でこれも普通の毛針を作る時と同じように糸を切る前に、特に逆さ毛針の場合ですね、ここに魚の歯が当たってよく切れやすくなってしまうなんていう方もいらっしゃいますので、僕もここはスレッドだけのボディなんで、ここに全体的にこう接着剤を今塗りましたけど、でこのなったんですね。これをカットしますが、このままやっぱりギリギリで切ると、せっかく巻いたところがほどければいいので、微妙に残して、この辺はこんな感じで、これで逆さ毛針が